はい、インド専門のサトルです。今日は私が欲しいものをご紹介します。私はですね、服が欲しいなというふうに思っているわけですね。そのことについて今日は詳しく話していきたいと思います。はい、服なんですけども、あなたはですね、どれくらいの頻度で服を買うでしょうかね。服を買うのが好きな人っていうのは本当にお金かけますし、私以前ちょっとなんか知ってる人でですね、女性なんですけど、本当に毎日違う服を着る人がいてですね、この人家どうなってるんだろうっていうふうに思った人がいるわけですけれどもね。私はですね、実は服欲しいなと思うんですけども、あんまり買わないっていうのがあって、なんでしょう、とにかく苦手なんですよね、服が。なんでしょうね、体が小柄だっていうこともあって、あんまりこう、服があんまり似合わないっていうのも あるんですよね。服が似合わないなっていうふうに自分で思ってしまったりとか、ファッションのセンスが自分にはないなっていうふうに思ってしまって、どうしてもですね、服にお金なんてかけたってリターンがないじゃないかっていうふうには、そういうふうに思ってしまうということなんですよね。で、最近はですね、心理機能についてよく勉強していますので、私のタイプである INTJ というタイプはファッションをどう捉えてるかみたいなことがですね、いろいろこうネット上にもいろんな記事が出てるんですけども、やっぱり服装地味な人が多いっていうことらしいですね。とにかく機能的で地味でモノトーンでみたいなですね、確かにそうかもっていう感じなんですね。で、私なりに解釈すると、私のタイプ INTJ の、劣勢機能というもの、劣等機能ですね、いわゆる劣等機能というふうに言われていますが、外的感覚 SE ですね、それが劣等感覚なんですよ。これは劣等機能なんですね。なので、何言ってんだって話かもしれませんけど、私のタイプは要するにそういった感覚的なこと、見た目でどういう服がいけてるのかとか、自分のイメージと合ってる服はどれなのかみたいなのをですね、やっぱ感覚的に、ちょっと人は得意分野じゃないなっていうところがあるのかな、なんて最近はそういうふうに思っているわけですね。服はでもですね、私のような人間でさえですね、服屋さんに行くとちょっとやっぱ気分がこうウキウキするんですよね。よく行くのは、丸井のメンズ館とかですね、ありますよね。東京に住んでる方は分かると思うんですけども、そういったところにたまに行ってですね、いろんな服見るとやっぱり魅力的な服がいっぱいあって、買いたいなと思うんですけども、買うとやっぱり高いですよね、服っていうのは。上下いろいろこうセットで揃えるとですね、簡単に5万円とか超えちゃいますよね。なので、どうしてもですね、ファストファッションと呼ばれているようなものも、そういったお店のものもですね、組み合わせながらっていうことにはなると思いますけれどもね。私は最近ちょっと丸井で買い物をしたりとかもしましたけれども、あと高級ってのありますよね。高級っていうところちょっと買いに行ったりとかしましたけどもね。どちらかというと努力して買うようにしてるという、そんな感じですね。で、ちょっと逆の立場で考えた時にですね、やっぱり男性から見て女性の服装が非常に決まってたら、やっぱ魅力的に映るので、女性からも同じようにやっぱ見られますよね。服について何にも考えてないっていう人は、やっぱりそれはちょっと魅力がやっぱり薄れちゃうっていうところがどうしてもあると思いますので、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思うわけですね。で、ちょっとこれ以前もですね、同じようなエントリーを書いたことがあるんですけれども、何て言うんでしょうかね、このセンスをですね、やっぱりゆっくりでもいいから、ファッションのセンスっていうのはこう上げていく必要がどうしてもあってですね、そのためには、ファッション誌を読んだりとか、街行く人をよく観察して、この人はこういうシルエットだからこういう服が似合ってて、こう上下でこういうふうに合わせてるんだなとかいうのを、やっぱり男性も女性も両方ですね、やっぱりよく観察したりとか、自分の頭で考えるっていうことで、こう力をつけていくっていうことは大切かなというふうに思います。私の尊敬している方も言ってたことなんですけれども、ファッションについてしっかりと
準備するっていうのはですね、これ自分と接してくれる人に対するマナー、礼儀でもあると思うんですね。まあ、そういったことでですね、ファッションのセンスを磨きつつ、しっかりとお金にも、お金じゃないですね、服にもお金をかけていく、ファッションの分野で成長する一年にしたいなというふうに思います。それでは、今日は以上になります。ありがとうございました。